はい、こんばんは。今日はですね、ハスの水田、前回カエルの鳴き声を録音した場所に、同じ場所にやってきて、その時にいろんなカエルを見かけたので、今日はこういう水田に一体何種類のカエルがいるのか撮影しにやってまいりました。一体どれくらいのカエルがいるんでしょうか。夜になると、真っ暗になると、カエルって池から池、田んぼから田んぼにこう移動していくので、ちょうど真っ暗の時に、懐中電灯で非常に見つけやすくなるので、カエルの観察、何種類のカエルを撮影することができるか、ランタン持って今から、挑戦してみたいと思います。いました、殿様ガエルですね。立派な殿様ガエル。これも色違いの殿様ガエルですね。まあカエルってほらね、緑くなったり茶色くなったりしますんで、触ってみましょう。じっとしてますね。結構大きいですよ。ちょっと比べてみますか。7個でこんな感じです。7個と同じ大きさですね。はい、ちょっと小さいですけど、行っちゃった。ツチガエルが行っちゃった。モリアオガエルです。モリアオガエル、映ってますか。大きさは結構大きいですよ。モリアオガエルは、7個こんな感じですね。触ってみますか。行っちゃった。モリアオガエルはね、おとなしいカエルなんです。ほら、あんまり逃げないでしょ。行っちゃった。小さいけどツチガエルですね。ツチガエルがいました。釣ってますかね。ツチガエル、触ってみますね。ピョン、立派な殿様ガエルですね。近づけるまで近づいてみましょう。珍しいです。ツチガエルが交尾してます。交尾っていうか、おんぶ。
ツチガエルのおんぶ、ああ逃げてね、逃げてく、ツチガエルのおんぶ、これはモリアオガエルの変色系だと思いますね。今鳴いてたんですけどね、ちょっと撮影に入りましたら鳴くのをやめてしまいました。あ、はい、というわけで今日は残念ながらモリアオガエルとトノサマガエルとツチガエルしか発見できませんでした。いつもならまあ青ガエルとかシュレーゲラオガエルもいるんですけれども、ちょっと今日は発見できませんでした。ということで、さよなら。